2016年9月9日ですね。朝日新聞今日持ってくるつもりで、置いてきてしまったんですが、イラクの政治家が喋ってて、今のイスラム国との戦いについてコメントしてて、相当イスラム国を追い詰めたみたいな話をしてるわけです。でその中で、重要なポイントとして私が注目したのは、 2,3 年前ですか、このイスラム国の一番の拠点を空爆してくれというふうにアメリカに要請したんだけど、やってくれなかった。もしその時にちゃんとやっててくれれば、イスラム国は存在しなかっただろうという言い方をしてるんですよね。このイラクの民兵組織、シーア派の人たちを動員して、戦っている、イスラム国というのはスンニ派なんですけども、スンニ派全部がイスラム国の味方かじゃ全然違いますわね。しかしこの本当にイスラム国というものの存在というのは奇怪極まりないわけですよ。世界最大の軍事力を誇るアメリカ、そしてフランス、さらにロシアまで加わってですよ、たったこの一テロリスト集団を壊滅できない。その理由はですよ、このイラクの政治家が言っておりますように、一番のポイントとなるような時に攻撃しないんですね。今ここをしっかり叩けば、イスラム国は壊滅する、相当な打撃を得て動きが止まってしまう、そういう状況の時には攻撃しない。なんでそういうことをするかといえば、結局温存したいんですよね。繰り返し言いますけども、アメリカが裏でイスラム国を支援しているという情報はたくさんあって、その映像までありますよね。しかし世界中がそれを厳しく追及しない、攻撃していると見せかけて裏で物資を供給したり武器を供給したり、なんでそういうことをするかといえば、結局紛争が続いた方が得な人たちがいる、戦争状態が続いた方が得な人たちがいる、これが分散複合体と呼ばれる人たちですね。軍事産業と軍隊が結びついた軍産複合体、もう何十年も昔にアメリカのアイゼンハワー大統領がその存在をしてきて、これは非常に危険な組織、すでにもうその頃から力を持っている、政治的に大きな力を持っていて、世界に不安を与える材料だから、これの存在に注意しなければいけないというふうにしてきて、その力はその頃に比べて比較にならないほど強大になってきているわけです。だから世界中の紛争はこの分散複合体が裏で働いていると考えて、間違いないというか、そういう目を持ってみんな見なきゃいけないですよね。しかしそういうふうにちゃんとマスコミの中で議論する人たちはいない。今日も今ニュースで北朝鮮が5回目の核実験をやったって騒いでますよね。この北朝鮮の存在自体も、私はこの軍産複合体の陰謀じゃないかという気がして仕方がない。本来であればですよ、キム・ジョン・ウンなんちゅうあのお兄ちゃん一人、 CIA がその気になって暗殺できないわけはないと思うんですよね。それがいつまでたってもああいうふうに権力を振るって、自分のおじさんまで殺して、そして北朝鮮の中でそれに反対する運動が、革命が起きて、それを倒すということが起きないように、私はアメリカを中心とした軍産複合体が裏で働いているんだろう、そういう気がしてしょうがないですよね。危険極まりない話なんですけども、世界中がそういうことを本当は知っているんだけど、なるべく見ないようにして、なるべく口に出さないようにして、今の状況が延々続いていって、そしていつかこの暴走するお兄ちゃんたちが原発を攻撃するようなことが起きれば、人類は壊滅する、そういうシナリオが今
人類の歴史の中で着々と進んで、私はその最後に立ち会わされようとしているのかな、なんちゅう妄想を語るんだというふうに言う人もいるかもしれないけども、そう思えて仕方がないわけですよ。好意的に私が言ってることに反論できる人がいたらしてほしいんだけど、聞いたことないですよね。なぜ原発反対運動をする人でさえ原発に武力攻撃があったらどうするんだということを全然議論しない。そういう指摘はこれまで繰り返しあったにもかかわらずですよ。マスコミも取り上げないし、市民運動も取り上げない。まあどうなることか私は見ていくしかないですね。今日は愛のロマンス、禁じられた遊び、感想付きで弾いてみます。覚えてるかどうかですけどね。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。